明日の目覚ましは朝6時だけど君と話したい。おやすみの合図はさ、カーテンの隙間から覗く光でいつも眠らないことを悔やむけど、今日だけはあくびさえも愛しく思えた。溢れ出す思いを抱きしめていたいよ。こんなにも見たい景色があるから、君の街は綺麗に見えますか。いつか二人で